私たちの生活とは切っても切り離せないゴミ。1日でこんなに出てるんですね。徹底した分別とリサイクルの現場で浜田アナが見たのは、毎日8時間手で選別をしている。増えるゴミに追い詰められ危機的状況となった名古屋市の非常事態宣言から25年。ゴミを資源にする取り組みがさらに進められようとしています。4月1日、この日から名古屋市ではゴミの分別のルールが変わりました。多分慣れてないで可燃ゴミ捨てちゃいそうな気がします。迷うところがあったのがなんか分かりやすくなってよかったのかな。ゴミを減らしリサイクルを進めていくためだということですが、4月からどのように分別のルールが変わるんでしょうか。プラスチックのみでできているものについてもプラスチック資源として収集できることになりましたので、今回のルール変更、可燃ごみとして収集されていたプラスチック製品も資源として回収しリサイクルできるようになりました。新しいルールの導入で年間4000トンのごみがリサイクル可能な資源に変わると試算されています。ではどういったものが新たに資源に加わるのでしょうか。この歯ブラシは今後、はい、そうです。こちらはプラスチックのみでできているものですので、こちらは資源として収集できるようになります。歯ブラシや保存容器のようなプラスチックのみでできているものは資源になります。一方で気をつけたいものも。このリモコンは今後どうなりますか。はい、こちらですね、一見ちょっとプラスチックのように見えてしまうんですけれども、一部に金属が使われておりまして、こういった部分にネジが使われていたりですとか、あとはこの電池を入れる部分ですね、こういったところにバネが使われておりますので、こういったものもプラスチックの資源としては収集できないものになります。リモコンや電池を使うおもちゃなどはネジなどが含まれているため資源にはなりません。どうしてこのタイミングで変わることになったんですか。以前から市民の方からですね、同じプラスチックでも型や資源、型や可燃ごみというふうに分別が異なっている点について分かりにくいというような声をいただいていたということもありまして、名古屋市としてもそのなるべくこう資源の循環をということで、今回分別を分かりやすくしたいということもありまして、おととし施行されたプラスチック資源循環促進法、プラスチック製品の資源としての回収・リサイクルを自治体の努力義務として定めました。すでに愛知県の安城市や豊明市などでも回収が始まっていますが、名古屋市でも資源として回収を始めることになりました。この4月をきっかけにまた私たち市民の意識を変えていきたいですね。可燃ごみの中にはまだまだプラスチック資源として出していただけるようなものが含まれている。この分別区分の変更を機にですね、資源分別率の向上を図っていきたいなというふうに考えております。こうして新たに資源として分別されるプラスチック製品たちはどのようにリサイクルされるのか。浜田アナが向かったのは名古屋市港区にある施設です。すごい量ですね。そうですね、はい。今奥見るとかなり山積みになっていますが、何日間でこのぐらいの量になるんですか。はい、最初の方は驚かれること多いんですけど、これで1日分の量になります。1日でこんなに出てるんですね、はい。市民の出すプラスチック資源は1日およそ100トンに上るといいます。大量のプラスチックが次に向かうのは、こちらではどんな作業が行われているんですか。はい、こちらではですね、機械で取り除けない、リサイクルにできないものを人の手によって、選別をしているところになります。手作業で選別。そうですね、例えばですね、汚れがついているプラスチックっていうのはなかなか今の技術ではリサイクルができないんですけれども、そういったものは機
機械で汚れてる汚れていないって判断できないものですから、機械だけではなくて人の手や目も使わないと取り除けないものもまだまだあるんですね。そうですね。昨今ではですね、リチウムイオン電池を組んだプラスチック製品等々の混入も増えておりまして、発火のリスク、火災の原因になるものなものですから、そういったものはできるだけここのパートで取り除くようなことにしています。これだけ大変な作業をしている方がいるというのを私も改めて知りました。皆さんの手を煩わせないように、私たちがゴミを出すときに、資源を出すときに考えて分別することは大事ですよね。選別後、圧縮され固められたプラスチック製品は別の工場へと運ばれ、新たな形に生まれ変わります。田中さんが思う、プラスチックですとかリサイクルの重要性はどんなことだと感じますか？プラスチックの資源の対象を広げるということで、脱炭素社会を求められている今世の中では、我々としてはやっぱり歓迎すべきことだというふうに理解をしています。分別などの言葉がまだ浸透していなかった時代、ゴミは増え続け、1990年代には埋め立て処分場はあと数年で満杯になると言われていました。そこで市が新たな処分場の候補地としたのが、日本有数の渡り鳥の飛来地、藤前干潟。しかし市民の反対などを受け、1999年市は計画を中止。名古屋市はゴミ非常事態宣言を出し、2年間で20万トンのゴミ減量の目標を掲げました。これ資源だから、これだから別に分けてね。まあちょっとややこしないかね、あれなんかしないけど。本格的に始まった名古屋市のゴミ分別、導入当初は混乱もありましたが、市民の協力もあり、名古屋市は2年で目標を達成しました。その後も市は全国に先駆けてレジ袋の有料化を行うなど、ゴミを減らす取り組みを進めてきました。ゴミ非常事態宣言から25年が経ちました。当時限界と言われていた名古屋市の処分場は今どうなっているんでしょうか？現在、名古屋市の最終処分場は2カ所が運営されています。一つは岐阜県多治見市にある愛義処分場、もう一つは名古屋市港区の第二処分場です。灰を積んだトラックが第二処分場に入っていきます。トラックの荷台から灰が下ろされます。過去には、何でしょう、この愛義処分場が満杯になるとも言われていた中で、実際に今の現状はどういったところなんでしょう？愛義処分場現在 91% が埋まって、残り 9% という状態なんですけれども、あと30年以上使えるということになっています。プラスチック紙製容器包装の収集開始ですとか、あとは瓶缶ですね、収集の、各拡大とかですね、施策をやっている中で、市民の方々の、ご協力をいただきながら、ゴミのですね、資源化率というのも上がって、その分ゴミを燃やす量ですとか埋め立てる量というのが減らしていけたと。分別が進んだことなどにより、過去に限界を迎えると言われていた愛義処分場はあと30年以上、第二処分場はあと6年は使用できる予定です。処理場に余裕ができた一方、コストを大幅に減らすのは難しく、ゴミや資源の処理費用は今も年間240億円ほどかかっています。ゴミがなくなるっていうことは今後もないと思います。ただやはり流通が上がって灰の処理というのが高度になってきているのはありますけども、やはりどうしても埋め立て処分場というのは簡単にその作れるものではなくて、作るとするとやっぱり何十億と
お金がかかります。ゴミをそもそも出さないということに心がけていただいて、あとは、リユースですね、再利用ものを再利用するということですね。 そもそもそういう形で、ゴミにしないということですね。そういうようなことで、ゴミを減らしていただくことで、埋め立て処分場がまだまだ長く使えるということになりますので、そのあたりを心がけていただきたいと思います。